画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト。サバイバーのブレでございます。今回はですね、ミンちゃん。この緑のウサミ。前はピンクのウサミでしたけども、今回は緑。そして、上着もね、ちょっとピンクと緑が混じったやつ。リュックが緑なんだけどね。で、スカートが血だらけの緑のスカート。緑ってか、何色なんでしょう、多分正確な色の呼び方があると思うんですけどね、うん、さあやっていきましょう。いやー、やっぱミンのコーディネートいろいろはかどるね、こうやってみるとね、うん、なんか可愛いのからかっこいいのからね、いろいろありますからね、うん、私の好きなね、クロデットモレルノブコもね、私的にはもうスキン全部手に入れてるんだけど、組み合わせ次第ではとんでもないダサい服になる。お、始まりました。うん、コールドウィンドファームだね。一丁行きましょうよ。何？何？ハントレスじゃないか。どこだ、ウサギミ、ウサミミ VS ウサミミ、そうなってしまうのか。近い。あ、もう怪我してる。どこで、あそこにいてんだ。ちょっと別のとこ行きましょう。この先の奥の発電機やりましょうか。もうここも強ポジではなくなってしまいましたからね。まあアップデによってね、マップかなりマップのパワーバランスが変わってしまってるんでね、ちょっと今までやってた方はね、慣れないかと思うんですけども、うん、兄ちゃん捕まったね。私の姉妹が捕まってるようじゃないかな。そして今回のパーク構成ですけども、セルフケア、そしてデッドハード、うん、カラーの決死の一撃、通称ストライク、そしてですね、根津の番だっけな、うん、これがですね、割とよくって、まあ、疲労効果とかそういうのを 20% 早く回復する、まあ、つまりデッドハード全力疾走とかね、スマートな着地とかそういうのを使った後にこの疲労が 20% 早く回復するわけですね。まあ、他にもね、目くらましとかいろんなものをね、20%早く回復します。今度はエースが捕まったな。ここ突き痛いな。なんとなくイタチ持ってるような気がするんだよね。お、ナイス血族、うん、こっちに来なかったですね。よしよし、助け行きましょう。任せろ、ウサギのミンちゃんが今助けます、うん、さあ、私発見させられましたね、発見されましたね。あのウサギ耳のやつ救いやがってとなるでしょう。ここがね、ずっぽり開いております。なのでもうここを過信してはいけません。しかし板がある分、板があるならどこだってぐるぐる回ってやろうじゃねえかと、そういった気分でございます。ここに蹴り入れなかったね、結局。今回ご紹介したい映画はですね、96時間、まあ私の大好きな大好きな映画なんですよ。リアム・ニーソンが出てる大好きな映画、何回も紹介してる気がしなくもないけども、ね、やっぱり見返すと面白いんだよね。主人公はね、まあお父ちゃんなわけですけどね、奥さん、そして娘がいるわけだけども、まあなんとね、仕事で、ね、妻をないがしろにし、いや家庭をないがしろにしてね、もう離婚を突きつけられ、まあ離婚してるんですけど、まあ、新しい旦那のところに娘も行っちゃうわけで、一人寂しく暮らしてるわけですけどね。まあ、なんていうか、
その償いをしたいって言ってね、一生懸命娘に誕生日プレゼントを渡したりなんだり頑張るんだけども、妻は拒絶し、新しい旦那はちょっとあいつうぜえなみたいな感じになりつつ、しかもめっちゃ金持ちって次の再婚相手がで、娘は複雑な気持ちになりつつも父親が好きなんだけどっていうね、状況なわけです。まあ、そんな中娘がね、イタリア旅行かなんかに行くっていう、ヨーロッパの方かな、旅行に行くっていう話になってきてね、まあお父ちゃんリアム・ニーソンめちゃくちゃ心配するわけですよ。うん、助けましょう。うん、行くしょ。で、そんな中なんと娘が誘拐されます。旅先でとんでもないとんでもない悪党たちに誘拐される。そして売り飛ばされる、人身売買的にね。これはね、まあほぼね、救出は不可能ということなんですが、なんとこの主人公、まあテロリストを相手に世界を股にかけたエージェント。それは機械よ。ウサミニルイエスさん。やっぱりね、ハントレス相手に重要なのがこの板周りでいかに板を倒すか倒さないかの判断ができるかなんですよ。どの、あえうぐ、うぐ。今のは倒さなくてよかったな。こういう判断が、ね、重要ですし、後ろを見ながら走れるかどうかっていうのも重要ですよ、ね。ハントレスってね、って言うでしょ。構えてる時、あっって言うんで、こういう時に板を倒すとそのままやられちゃうわけですよね。あと距離感が大事。もう一周回れんぞっていう時はもうここデッドハードでちょっと稼ぎます。ああいうところでもね、そうなんですけど、板との距離、そしてハントレスが構えて投げるまでの時間っていうのを全て計算してこの板周りで回らなければならないんです。あ、そういった、はい、あと1台ここめっちゃつきそうなんだよな。来てんね。ほい、壊すな。奥に連れて行ってあそこの発電機発電させましょう。来てるね、来てるね。構えようとしてますね。こういう時に後ろ見ながらね、走るかどうかがね。よし、あぶねからのこっちの板に行きましょうか。いや、これ短けと見せかけ倒さない。もう倒すダメだったかあそこはもう倒すと見せかけもう一回倒さない選択肢でしたね。しかしハントレスもそれを読んで倒さないかもしれない突っ込もうみたいな、このね、ハントレスの心理戦って、待て、あの肉フックからもろ外れてんだろ、これなんだろうあーやば、私が肉壁なりたかった。うん、ハフフフハフ。いやー、ストライクがあるんでワンチャン私ダウンしてす、あ、ありがとう、寝やよおかげで助かったわ。そう、このね、主人公、さっきの映画の話ですけど、なんと、この96時間の間にこれを解決しなければならない。この、対テロリストのエキスパートの主人公、娘を取り戻すために、あらゆる手段を尽くすという奪還映画でございます。よかったら、見てみてください。それでは皆さんの良きゲームライフのゴールドです。ベルクラでございました。あ、お疲れ様です。
チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。